こんにちは、まみりんです。今日もご視聴ありがとうございます。チェインバトル、本日で6回目の挑戦になります。今日は土曜日ですね。はい、関東の方はですね、今日は雨が降っておりまして、ちょっとね、寒いです。明日の日曜日は東京でファンミーティングが開催されるんですよね。なんだか東京は雪が降る予報らしくて、公式さんからもね、そんなお知らせがありましたよね。参加される皆さん、お気をつけて集まっていただけると嬉しいんだと思います。まあ私はね、参加しないんですけどね。生放送を私も拝見したいと思っておりまして、私毎週日曜日の2時から生配信やっているので、そこで同時視聴みたいな感じで見させていただきたいなと思っていたりもしますので、もしね、興味ある方は私のマミリンマートの生配信も遊びに来てください。はい、ということでチェインバトルをやっていきたいと思います。本日はこんな感じでいきたいと思います。はい、お借りしている方、こちらですね。詳細を見ていきたいと思います。長径でお借りする方、本日は純一さん、よろしくお願いいたします。はい、チェインパワー数は72に29ということで、こちらは103、ですね。そして極刑でお借りするのが一郎さん、よろしくお願いいたします。チェインパワー数は74133ということで、なんとですね、こちらが108。チェイン数的には極刑で一番高い、今まででね、一番高いんですけれども、なんかどうもチェイン数だけじゃないみたいなので、なかなかね、難しいんですけども、6日目、シックスアタック、レッツゲットスタディー、行ってみますね。キャラのね、選び方、並びをいろいろと確認したりとかもね、しないといけないということなので、結構ね、やっぱりチェインバトルも難しいなっていう感じですよね。はい、3人はやっぱりご飯くんですが、この3人で、ここがね、やっぱりスピード勝負みたいなとこもあるらしいので、選んだキャラもそうですけど、早くね、3体選ぶのも大事みたいですけど、さあ今日はどうかな。昨日は 2% になれたので、あとはね、 1% に行くのみなんですが、龍拳どうだ。あーっとっと、これは昨日よりは昨日よりはどうだな、どうだな。さあどうでしょうか、結果は。あー、そっか、更新はできませんでしたね。昨日がね、117だったんだよね。純一さん、一郎さん、お世話になりました。ありがとうございました。はい、というわけで本日シックスアタックやってみましたが、更新はできませんでしたね。上位 1% はね、なかなか険しい道のりかなと思うのですが、あと2日ありますので、できる限りやっていきたいと思います。そして明日の日曜日はマミリンマートドッカンバトル生配信、14時から予定しております。ファンミーティングの生放送を見る生配信になるかもしれません。前半の1時間、多分ね、生放送は公式さんのは1時間ぐらいだと思いますので、そこでね、9周年のキャラの詳細なんか発表などもね、あるということなので、そちらもね、皆さんと一緒に確認できたら楽しそうだなと思ったので、はい、同時視聴やってみようかな。まあ画面にはね、出しませんけど、皆さんとワイワイチャットでね、お話できたら嬉しいなと思います。それでは今日もご視聴本当にありがとうございました。次も絶対見てくるよな。